はい。フリーレイターのいつかあらって過ごすこするひまで,です。香川ゲーム条例、ほぼ同じ内容ばかり、異常な賛成意見が話題にということでやっていきたいと思います。えーとですね、香川のゲーム条例という、ゲームであるとか、スマホであるとかっていうのを制限しましょうという条例、これ罰則ないんですけれども、こちらが、えー、通ったんですよね。少し前に。これのパブリックコメントの内容っていうのが、えー、ネットラボさんというところが公開されていたので、 えー、その辺についてちょっと話していきたいと思います。かなりネットでも話題になっているのでね、えー、もうなんか見たっていう人もいるかもしれませんけれども。で、パ、えー、ブリックコメントっていうのがあって、それの有効ページ4000枚分を、えー、ネットラボさんというところがね、えー、公開したと。で、このパブリックコメントいつあったのかっていうと、1月23日から2月の6日までの15日間あったわけですよね。で、 えー、意見がこんな感じ有効意見2722票のうち、えー、賛成が2297と圧倒的に賛成が多いねっていう話なんですけれどもこれにちょっと異常なところがいくつかあったことがこのネットラボの調査で分かったというところが今話題になっていることですねこれなんと1605件が2日間に集中してるんですね。 15日間あるうち2日間。で、これ、あの、7割がね、えー、2日間で送られた計算になるんですね。で、これ、終了間際とかだと、あのー、それで増えたのかなとか思うんですけども、間際とかじゃないんですよね。えっと、いつだったかな。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、2月の1日と2月の3日。で、2月の2日も多いと。ここにガバッと集中してると。で、全体的に大体、 1>, 1日に来るのが100件前後終了間際の最後の日だけで200件ぐらいなのにこの日だけ、えー、賛成が異常に多いと他のところは大体賛成、まあ、賛成の方が基本的に多いかったりするんですけれどもでもここだけはちょっとも異常なくらい偏っているというところがあるんですねで最終日なんかは賛成とこう最終日最後の3日間ですね最後の3日間は賛成と反対がえー、かたええー してるののにそれまでの間要はあのまずいぞみんな送れって言われて送り始めた気がついたところまでの間にすごい量のものが送られてきてると特に1日と3日が多い他の日もなんかね80とか50とかうわーっと来てるのに最後増えて9最後増えるじゃないですかやっぱりそれが95件となんと全体の中の4番目なんですね最終日がちょっとこれっておかしいよねっていう 感じなんですねで、まあ、ちなみに反対の方の上位2日間って最終日2日間だったんですけれども、えー、これが、えー、要は終了間際ですねで、えー、これが、えー、141件とこれ4割なので多いかなと思うかもしれないんですけれどもちょっと全体的に見るとね、あのー、多いと思うんですけれども 同日の賛成意見が130件であることと終了前際の2日間で話題にもなったので増えたと想定できるというところを考えるとこの2月の1日と2日,あ 3, 日か3日に、えー、賛成票が偏ってるっていうのはおかしいんじゃないのっていう話なんですねでさらにネットラボの調査ではですね200約230件ある賛成意見のうち100件 件1,900件が同じような文章が使い回されていると多いものだとほぼ同じ文章が100件以上あったということなんですねで何が多かったのかっていうとこれもイントラボさんが出していてちょっとツッコミどころ満載な文章ばかりまあ簡単に言うとみんなの意識が高まるから実はネットに対してねネットとかゲームに対して意識が高まるからいいまあこれはまだねいいんですけども 判断の乏しい大人が生み出されるから、生み出さないためにこれをするんだという意見。これもうちょっと何ゲームしてたら判断乏しい大人になるのっていう話じゃないですか。むしろ今っていいゲームの大会とかあって、要は比較的頭のいい人がやってたりするわけじゃないですか。頭の回転が良くないとできないようなゲームもいっぱいあるわけじゃないですか。それを全部一緒くたにして、なんか判断力が乏しい大人ができるんだと言ってしまう。 でもちょっっと変だよねっていう誰かが台本書いてるのかなみたいな感じになっちゃうで子供に与える影響は様々だから、えー、賛成すると様々なならいい影響もあるわけじゃないですかなのになんでわざわざ制限するんですかっていう話で明るい未来を期待していやむしろ暗い未来だと思いますよっていう話ですよねこれねいやだってみんながスマホとかゲームとか、まあ、ゲームだけじゃないですこれスマホもなんですよね スマホでいろんな情報を得ているのに確かにこれは勉強を向けてきいいんですけれどもそうじゃないものは全部なんですねそうするといやこれをこの条例を守っている人だけはぶられるということも起こりかねないような状況でしかもさまざまな自分の趣味の知識とかっていうのはそれ勉強じゃないですよねっていう話なんですよ釣りが好きな人は釣りのことを携帯で調べるだろうしいろんなことするわけじゃないですか植物が好きだったら植物調べますよね そういうことができなくなってしまう。まあもちろん罰則はないんで別にあのやってもいいんですけれども。っていうところを考えると、それが明るい未来かって言われるとどうなんだろう。他県との情報量の違いっていうのがもうあの明確に分かれてくる、明確に出ると思うんですよね。ゲームも含めてスマホを1時間しか触れない人と、ずっと触れる子。まあずっとね触り続けるっていうのもまたそれはそれでね問題なのかもしれないけれども、 そこっていうのはやはり情報力に差は出てしまいます。YouTube の動画だって、ね、子供に悪影響を与えるような動画もあるけれども、しっかりといろんなことを解説してくれる動画とかもあるわけじゃないですか。身になる動画もいっぱいあるわけじゃないですか。ね、そういうのをもう見ないみたいになってしまうと、ちょっとそれって逆に明るい未来どころか暗い未来になっちゃうよねっていう話ですよねと思います。 その辺考えるとこれなんかあの誰かがねまとめてみんなで工作というかしたんじゃないかというところとあと IP アドレスの19168721からを送信されたものが非常に多かったと賛成のうち1901件がこれだったとこれ何なんですかね 軸に1 6八七二一ってあこれ書いてありますねご意見箱から投稿するとこのように表示されるああでパブリック文の送信方法にご意見箱は含まれてなかったからなんであえてこのい イレなご意見箱っていうのがあったんだとこれはおかしいんじゃないのっていう。で、えー、これに関して反対でもあったんだけどこっから送られてたのは340件と1件だったというとこを考えるとこれおかしいんじゃないのっていう話ですね。確かに今あの画面えっ、ー、と、まあ、あのレクトロアーバーさん見ていただければ分かるんですけれどもなんかあの意見の提出方法のところにはこのご意見箱ってのは書いてないんですよね。持参ファックス名電子メールって書いてあるんですよ。 だとすると、それを見ると、ご意見箱か,から送信っていうのは、イレグラー、確かにイレグラーですねっていう話なんですね。うん、で、同じ語字がいっぱい出てきているとか、っていうのも指摘されています。依存症が依存層になってたりとかね。条例2にとか、これ、ゲットゲーム条例とか、こういうのって、同じ語字がいっぱいあるっておかしいですよね。 ゲットゲーム条例とか、なかなかそういうことじゃないですよね。条例22とかだったらあるかもしれないけど、五感手相とかさ、こんなの普通は間違えないよね。そんな、ね、みんなが間違えるような状況にはならないよねってなると、同じ人がずっと送ってたんじゃないのとか、うん、っていうふうに思ってしまいますよねいう。同一 PC、同一人物間の投稿である、かなり強いというふうにネットラボでも断定しています。 んあ断定してますね。断定じゃないです。かなり強いと感じましたと書いてあると。断定してないです。すみません。否定しました。んてしたらえらいこっちゃ。一人が複数のひなを使い分けてたんじゃないかという話もいろんなところでね、えー、報道されてると。いろんな放送局とかがそういうふうに言っているという状況で、この条例は可決されたということですね。ちょっとなんか異常ですよねっていう。 重複と思われるものは別人からの意見で反則もたく感じる。うん。文明を同じで名前や個人情報が違う投稿が送られた場合は。うんなるほど。この書き方だとあれですね。例えば。 例えばですよ。これ、あくまでも例えばですよ。僕が自分のパソコンから別の人の名前で送っても有効になってしまうと。住所と名前で有効になるというところが問題みたいですね。これ、あり得るってことですよね。その辺っていうのがね、ネットラボさんの方に詳しく書かれてますので、ちょっと気になる方はね、ぜひネットラボさんの方に行っていただければとは思うんですけれども、ちょっとこれね、考えていくと、おかしいよね。こんな、 ずさんな状況でいいのっていう話なんですよ。そんなずさんな状況の、要は、あの、適当な資料みたいなものを根拠に、この条例が作られてしまった。というのはね、あの、香川にとって非常によろしくないことなんじゃないかなと。ね、これ賛成した、あの、議員さんとかって、ネットで見れるはずなので、ぜひ香川の方はね、あの、次の選挙で、こいつら全員落とせばいいんじゃないですかねって思います。 だからネット上でね、いろいろ書かれていたのを見て、僕自身も思ったのは、反撃することができない。要は投票権のない子供に対して集中的に議員先生方がいじめている。というのはちょっと異常な状況ではないかと。子供たちの意見も聞かずにこういうことをやってしまう。これちょっと異常なんじゃないのっていうふうに思います。はい。以上です。なんかね、 今後もね、こういうのちょっと見ていかないといけないよね、とは思いますよね。うん。はい。まあ、ね、パブリックコメントって結構重要なので、皆さんね、あの、ぜひ送ってみてください。僕も何回か送ったことがあります。はい。いろんなところに送ってます。はい。やっぱりね、うん、勝手にさせてはいかんっていうところがあるので、ちょっとひどいなと思ったものがあったりとかすると、国でやろうと、地方自治体、まあ自分の自治体とかね、いろんなろとこ送ってます。はい。そういうのはね、やっぱりやっていくべきだと思います。 数少ないね、意見を出す場所であるので。うん、ということでですね、まあ、あの、香川のゲーム条例の内容がおかしいよねっていう、内容じゃないですね、パブリックコメントの内容がおかしいよねっていうところがねをね、取り上げさせていただきました。今、ネットでも話題になってるのでね、ぜひ。 ご自身でもお調べになっていただければと思います。えー、概要欄にね、あのー、ネットラボさんの記事貼っときますので、えー、ぜひそちらも、えー、ご覧になってください。以上です。なんか以上です。2回言った気もしますけどもね。はい。よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライターに使わって過ごせるヒまルで,でした。